JY さん、2回目の質問ですみません。腰痛持ちでよく街には接骨院に行くのですが、内心はこれ本当に効果あるのと思ってしまっています。骨盤矯正なのでいろいろしますが、その瞬間良くなった気がします翌日にはいつも通りです。医学的に接骨院効果はあるのでしょうか接骨院が効果あるかどうかは、それはわかんないです。あの、そこで治療してる人がどういう人なのかもわかんないし、資格を取ったところで、例えばスポーツ選手にイチロー選手から、ろくにヒットも打てないバッターがいるように、 あの人間の能力なんて人それぞれ全然違うので、うん、なんか1位からね、数のある分まで順位はあると思うんで、接骨院に効果があるかとかっていうよりか、治療家としての技術が高いかどうかっていうレベルは、あの、確実にあると思いますうん。で、まあ、あなたの症状がそれで改善してないなら、その治療は効果がないっていう証明なので、 あの、ご自身でもっと、自分が一番感じてるわけじゃないですか。どこが痛くて、どんな動作をすると、それが増すのか。だからやっぱり体を治すって、外から触っただけで治るなんてことはありえないので、はい。正直ね、外からなんか、ちょっと触ったとか、ね、あのー、わかんないけど、なんか、とんがたものを刺すとか、電気で刺激するとかだけでは、障害がある場所って治らないんで、 はい、それをな血行とかを良くして促進するとかっていう効果は二次的にあることも多いと思いますけど、はいあのーまあ、基本的には人間の人体のやっぱりその構造なのできちんと回復する人間の体が機能を回復するとか、あのー、損傷した場所が修復されるっていうことは人間の体の機能でどんなことを行えばそれがなされるのかっていうのを勉強した方がいいと思いますよ。 それで自分の体で、それを自分で試して、どうしても治らない外傷だったりとかを外科手術だったりとか、そういった治療で補うっていう方向は僕がとって、僕はそういうスタンスだけど、だから僕は基本的には人に体触らせませんし、うん、石骨院とかにも本当に骨を折れて固定してほしいとか、あの、冷やしてほしいとか、そういった時は行きますけど、 その後の治療をずっと任せるとか、ま自分で何とか知識で何とかできるから行かないですし、まあ、はい、あの、行って効果のない場所は多分効果ないんだと思います。